これ原生代？原生代じゃない。あ、無理や無理無理無理。もっともっともっとも。え、何これ？何映されてるの私？俺理想はね、最初ね。ウィーン。ポッケはポケット。ポケット取り外しスタイル。取り外しスタイル。ちょっと取り外しどう思いますか？取り外ししなくていいよ。取り外ししなくていいな。ポケット欲しいな。うん、ポケットはあった方がいい。背中部分、うん、で、ここに作るんだけど、うん、それの作り方を縫っていただいて、うん、お前なんや、今日ちょっと待ってね、ルームだ。何や、どっちもいいどっちでもいいやんってやりたかったそんな、うん、お疲れ様です。これ色変えて塗るんだ。塗るっていうか描く、重ねるところと分けないとね、分別した時に分かんなくなっちゃう。前の先生、へえ、何あれ、かわいい。120%すっごい。え、織坂さんって誰？織坂さんっていうのね、うん、シンガーソングライターなんだけど、そう、みんなライブ行ったの。え、いいな。なんかよくライブ行ってるイメージある。あ、そう。ちょっといい、うん、いい写真あるから。いい写真ある。ありがとう。ありがとう。ご飯に食べたって、行って細かく撮ってる。はみ出るから、こう2個並べて、連作みたいな。何作出す？2作。胃腸炎になったの？え、いつから胃腸炎になったの？火曜日か水曜日に何回痛いって言い出して、学校に昨日行ったら胃腸炎だって、うん、かわいそう。苦手ね、うん、これからここの作業に入るの？とね、今日本当は知りたかったんだけど、出てるからね、ドローイングだけしようかなって。あ、ドローイングね。魚が好きなの？もともと魚とか、なんか水族館とか回ったりするの。今回これテーマにしたのはなんか理由があるのか。すごいね。なんか、うん、この前の作品はシャコだったんだけど、なんだろう、海の周りにいるなんか殻付きのやつちょっと描いてて楽しかったから、シリーズで連作作ったら面白いかな。え、これじゃあ何枚か作るってこと？そうだね、こういう系の生き物のやつがあと2枚できる予定かも、うん、今から何を準備するんですか？グラウンドを空中に溶かすためにちょっとネットをこの中に入れて、あ、そうなんだ、うん、こんな場所があったなんて。これなんていう液体ですか？グランドです。グランドです。グランド。同伴に引くんですけど、これをまず固まってるので、ちょっとこれをお湯で溶かさないといけない。あんますぎちゃうと瓶が割れちゃうの。だからちょっと割れない程度に温かくしてる。生き物。そうですね。架空の生き物書いてますね。めっちゃ面白かったです。今は何してるの？今は大きくする版の下書きみたいな。いつも版にダイレクトに書いてる。あれだよ、うん、下書きぐらいはするけど、でもあんま紙にやると二度手間だから、めんどくさくてやらなかったです。モチーフってなんかさ、うん、こういうの書くとかあるの？こういうモチーフ書く。ずっとヘビ書いてるから、ヘビ入れて、うん、あとは
どうしようかなと思った時に何書こうって思っていろいろ考えて、うん、お母さん書こうと思って。お母さん書く。いいね。これボールペンで書いてたの？チルのボールペン。これは本当に一発書きだった。これ雲だ。雲。蝶とミミズかな。ももちゃんはどうしたの？これは500円ガチャでやったよ。500円ガチャだったんだ、これ。高かった、ね。これも500円だけど、ね。これ何？ライオン？え、ライオン。いいね。1000円かけてね、ここに。高かった。いいね。R を押して。R を押して。R を押して。コピー。コピー。コマンド D。コマンド D。え、これ言ってよ。コマンド D 言ったって、やったって言ったら、まあ、やったやったって。お前さ、俺のことをさ、そうやってさ、知識ないと思ってんだろ。首絞めるな。すごいよ、今日のつむじ。どうした？つむじ？つむじすごいよ。頭。それは取るな。いいやん。頭。うちは今何の作業してんの？俺はあの書道のマスターをしたくて。卒生？卒生じゃなくて、いいやん。兆円だった。なんだっけ、ホーリーです。え、堀江くん、それは今何をしてるんですか。あ、ちょっと塗ってます。はい。はい。いいですよ。この机の上のジャガイモは何？あ、ジャガイモなんか。あ、書きました、ジャガイモ。ありがとうございます。いろんなもの書いてる。枯れてます。枯れてます。してる。紅葉してる？肥料。これでかいね。これ小さい方がいい。どうしようかな。斜めのやつ作ってないか。斜めのやつ作るね。はい。